栃木の名店を訪れて美食をめぐる栃めし。宇都宮市中央に店を構えるゾンジアス極み。その日に一番おいしいものをお客様一人一人に合わせて提供するため、メニューは置いていないというのがこだわりのスタイル。お食事もそうなんですけど、やっぱり主役はお客様なので、お客様が自分がこうしたいとか、こう食べたいとか、こんな風に過ごしたいという過ごし方のお手伝いがお店でできれば一番いいなと思っていますので。そんなゾンジアス極みで一度味わっていただきたいのが絶品のすき焼き。栃木和牛の中でもさらに厳しい条件をクリアしたお肉、匠を贅沢に使っています。綺麗にサシが入ったお肉を強火で一気に焼き上げます。ここへ特製の割り下を入れて全体に絡めながら煮詰めたら、大きなお肉をくるくるくるっと折りたたんでいきます。ここで登場するのは濃厚な甘みとコクが特徴の宇都宮産の魔法卵。この上へ丸めた状態でお肉を乗せたら、層になったお肉が一噛みごとに美味しい栃木和牛匠のすき焼きの完成です。食べた時にそんなしつこくないんですね。その見た目ほど卵とお肉と割り下との3つの三位一体のバランスで、旨味もあって味もあってコクもある、とても美味しいでした。一度口に入れたらいつまでも噛んでいたくなるような至極の栃めし。皆さんも一度召し上がってみてはいかがでしょうか。